みんなはチョコミント好きか？こじまっちは嫌いじゃないけどイチゴの方が好き。だって歯磨き粉の味するもん。というわけでたまたまかじまっちです。今週もやってまいりました、視聴者推測イラスト紹介コーナー。今回もたくさんもらいました。早速見ていきましょう。かじまっちの動画、まず一人目はイーディーちゃんからです。これ見てよ、うますぎだよ。これツイッターからねもらったんですけども、やばいね。ピクミンとこじまっちとチントって感じやっておりますけども、パネプロレベルじゃない、これすげえ立体感もすごい。こじまっちがね、なんかアニメに出てきそうな感じの絵ですね。ありがとうございます。もうそろそろピクミンもクリアするかと思いますのでね、はい、頑張っていきます。イリちゃんありがとう。あ、次はこちらココミノちゃんからです。こちらは身体測定って書いてありますね。これはあくまでも予想であるだって。こじまっちは身長 3.1cm、 体重 4g。 あ、これはこじまっちのあのマシュマロ状態の時かな。こじまっち妖精だからすぐ大きくなれるしね。中島くんは 3.1、 体重4。あれ、こじまっちと一緒じゃん。大島さんは身長 2.8、 体重 3.9。 あ、ちょっと軽いんだ。なるほどね。プチ漫画間違い探し、ほう、パンチが可愛い。なになに、この中のどこかが押せるよ。ほう、これがトリックアートって言うの。多分そうだよ。うむ、押してみよう。あれ、どこも押せない、硬い。それどこも押せませんよ。これが真のトリックアート。え、押せないんかい。騙しだった。というわけでこちらココミノちゃんからでした。可愛かったね、ありがとう。お次はこちらスケーちゃんからです。8月ということで海のイラスト描いてくれましたね。こじまちとあじまさんは砂でお城じっくり、中島くんとスケーちゃんはスイカ食べてる、カニさんもいます。カニさんの絵柄ちょっと好きなんだけど、わかる人いる？はい、かわいいですね。ポイズもいい感じでね。皆さん、海行きましたか？小島ちゃん、もうね、ここ10年行ってませんね。はい。全然行ってない。今度行こっかな。小島ちゃんが住んでるところね、山だからさ、遠いんだよね、海。どんくらいかかるんだろうな。川の方が近いな。はい、こちら、スケちゃんからでした。ありがとう。お次はこちら、はるちゃんからです。こちらはですね、ハイキングだったかなのイラストになります。こじまっちとすみこたちが行ってる感じですね。かわいい、足をちょこっと上げているのがまたいいですね。白くまとんかちゅう、えびふしぽちゃん、ペンちゃん、ねこちゃん、こじまっち、とっかけ、にせつむり、雑草ちゃん、タピオカ、他にもお化けとかスズメとかいらっしゃいますけども、あ、ほこりちゃんもおるね。みんなそれぞれおしゃれしてていいですよね。皆様どの子が好きですか？やっぱこじまっちはこじまっちが好きかな。はい。たくさんイラスト描いてくれてありがとう。こちらはるちゃんでした。次はこちらまめちゅんからです。お、ご主人がいますね。ほんでまめちゅんもいます。ご主人ランキングということで、ご主人が好きなもののランキングになりますけども、1位はチョコ、2位はいちご、3位はプリンということで、こじまっちがなんと2位です。1位はチョコだって。こじまっちが1位じゃないの。あ、中島くん社員になってる。この前1位だったのに。だいぶ順位が逆転しましたね。今度はこじまっちが1位になれるように美味しくなっておきますわ。今回イラストめっちゃうまいですね。まめちゅんのお目目とかめっちゃ可愛いや。こちらまめちゅんからでした。ありがとう。あ、次はこちらまゆちゃんからです。これはあれですね、あのアイドルですね。素敵の変なお願いメディア、パンツを履いたこじまっちってやつですね。うめえ、上手上手。あ、で観客がすみっこたちだ。後ろはあれか、ミュージックビデオってこと。あや、上手上手。こじまっちの服装バッチリですね。アイドル仕様になっております。
小島ちゃんアニメ見てないからな。 PV しか見てねえ。 PV でも十分完成度高いから楽しめますよね。こちらまゆちゃんからでした。ありがとう。あ、次はこちらみなみちゃんからです。これは釣りをしてるのかな。後ろめっちゃいるじゃんということで並んでますね。餌はマシュマロ、そんなに釣れるんか。でタピオカ、エビフランシップちゃん、とんかつが待ってます。あ、これは釣りの順番ってよりかはあれかな、釣れるのを待ってんのかな、もしかしたら。どっちだろうな。まあ、どっちでもあれか、待たせてるな。はい、という他にはこちら鈴の魚ちゃん、ぴょんすけですね。これライブでね、みんなのコメントを募集してイラスト描くってやつですね。まあ、今回はちょっと絵本にできてませんけど、まあシャーン泳ぐの好きということでね。うん、なんかこんなキャラになりました。上手じゃん。これいいじゃん。サメ要素ありますね。今回はなんかうまくいった気がする。髪は推しの子のアクアを見てたから、アクアとはほとんど同じです。え、こんな感じの髪型の子がいるってことね。へー、まあなかなか難しかったね。聖書するって言ったけど聖書してねえわ。あやまーまー。絶対難しいもん。今度ちょっとイラストを練習するよーと思ってますのでね。はい。と、もう一枚あるかな。ねえ、あき、やしなき、だあつべき。ということでね、あの歌を作ってこれましたね。あ、こじまち団子作業会持っとるやん。でもさ、小手さん、小島ち髪の毛ないから無理やりマシュマロ部分掴んでかもしれない。痛くない？大丈夫？あ、大島さんリボンにしてるのいいね。頭いい。これも歌った方がいいん？練習しとったがいい？ねえ、あき、やしなき、だあすべき。練習しとこっかな。というわけで、こちら、みなみちゃんからでした。ありがとう。お次はこちら、きももちゃんからです。これ、ね、何で書いたん？紙に書いてるじゃん。はじめ小島っちね、パッて見た感じ、あのデジタル iPhone とかで書いたんかと思ったけど、これ紙に書いてるか、筆で書いたってこと。うまっ。うまっ。でもう一枚見ると、はい、筆だね。八三になっております。ブーン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 、チャンネルチャンネル登録、チャンネルチャンネル登録登録。というわけで、83です。8金じゃなくて8人前です。もう一枚これ、画家さん、画家といえばこのね格好でしょうと思ったら、これさ、タブレットと、なんタブレットペンじゃない。iPhone にペンで加工でしてない。すげえ最新の画家さんだ。細か。もう一枚、はい、豆腐オールバック。今度は豆腐オールバックの方ですね。パンチ入ってます。ちょっと出た瞬間、終わったわのやつですね。さっきこじまちゃん歌った足の木と同じね、制作者さんですね、歌の。はい。で、さらにさらに、ドゥドゥーン、アナログ。アナログってちゃんと教えてくれてるね。というわけで、ひげ生えてる。ひげもこじまちゃん似合うんだよね、実は。知ってた？こちら、あきももちゃんからでした。ありがとう。と、今回最後はこちら、糸谷ちゃんからです。脱獄ごっこプロのやつですね。こじまっち、こじまっちへ、今度こじまゲームズの方でロブロックスの、ジャイアントサバイバルやってください。脱獄ごっこじゃないんかーい。これめっちゃうめえんだこの犬。うまっ。お目目とかやっば、こんな上手に描けるもんなんだ。で、こじまっち何でパンツって言ってんだ。はーい、ジャイアントシャワイラなんか見たことあるな。多分ね、やろうってしてると思う。おすすめに出てて、後でチェックしようってしてるたやつだと思いますね。さらにもう一枚、これはホワイトボードに書いてくれてますね。隅っことしれと小島ちがいるって感じですね。うまっ。いっぱい書いてあります。ありがとうございます。なんか隅っこうまいけど、小島ちなんか微妙に変形してるね。これあれか、スペースの問題か。はじめすめこ書いて、あ、そうじゃ、小島ちも書いてやろうっていう感じか。まあ、書いてくれたから許しよう。ありがとうな。こちら、糸谷ちゃんからでした。こじまちの動画。はい、というわけで、今週のイラスト制作紹介品コーナーでした。
みんなありがとうね。応募先は概要欄から確認してみてください。それではまた次回お会いしましょうね。